こんにちは、アキラです。今日は私が南カリフォルニアで経営しております菜食料理店ベジリシャスからの中継です。肉食の国アメリカで菜食料理店を経営しているんですけれども、このベジリシャスオープンから10ヶ月が経ちました。おかげさまで評判がぐーんと上がっておりましてですね、日本の食べログのようなレビューサイト、Yelp っていうのがあるんですけれども、今、我々はですね、その平均値 4.7。60個ぐらいのレビューをいただいてるんですが、40数個、ほとんど8割ぐらい5つ星をいただいています。手前味噌になりますが、このぐらいね、たくさんの5つ星、比率にしましてですね、75% 5つ星っていうレストランはね、他にはないんじゃないかっていうぐらい非常に高い評価をいただいておりましてですね、先日なんとですね、2013年度このベジリシャスがありますハンティントンビーチ市のですねベストレストラン賞っていうのもいただいたんですね。はい、まあ、評判とはですね、まあ、反比例する感じでですね、お客様の入りっていうのはですね、そんなにまあ芳しいもので、やはり肉食の国、アメリカでですね、菜食料理っていうのはね、なかなか厳しいっていうのがありましてですね、特にこのベジリシャスがあるハンティントンビーチ市、海の近くなんですけれどね、お金持ちが多くて、もうリタイアされたね、引退されたお金持ちの方々が住む保守的な町っていうことで、まあ、なかなかね、菜食料理とか新しいレストランっていうのにね、トライしてもらえない、ね、試していただけないっていう状況が続いておりましてですね、営業の方はね、苦戦しております。ですが来ていただいたお客様満足率、本当に美味しい、こんな素晴らしいレストランを作ってくれてありがとうということをですね、日々、たくさんお声かけしていただいておりまして、大いに励みにしております。はい、そんなベジリシャス、今日はですね、ディナータイム初の満席、そして待ち、お待ちのお客様が出ました。はい、本当にびっくりしましたね。突然何があったんだろうと評判はいいけれど、なかなかお客さんが来ないなっていう状況がですね、10ヶ月続いていたんですが、3日前水曜日ですね、なんと最低記録を更新してしまいまして、売上の最低記録ですね。しかもディナータイムは坊主、すなわち誰もお客さんが来ないっていうね、日がつい3日前にあったんですね。はい、夜は坊主、そして昼間もですね、お二人しかご来店ならずに、なんと売上18ドルっていうね、素晴らしい記録を作ってしまったんですが、その3日後の今日ですね、なんとなんと初の満席、そしてお待ちのお客様が出ました。でこの日に限ってですね、まあ、当店では、2人ね、ジュリアン君とジョッシュ君っていうね、ウェイターの子をですね雇っているんですが、今日に限ってですね、そのどちらも入れないということで、私と妻の敦子2人だけの営業ね、2人っていうのはですね、このホールが2人という意味ではなくてですね、コックを含むレストランの総スタッフ、スタッフ数2人、私と妻の敦子だけという状況でですね、今日満席のお客様をお迎えいたしました。はい、びっくりしましたね。どん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 お客様が入ってきてくださってですね、待ってくださると。そんな中ですね、私がですね、ホールとキッチンの間を走り回って往復すると、本当にゴーンとね、ちびまる子ちゃん状態になっておりましたけれども、それでもね、皆様、なかなかね、料理が運ばれてこない、注文を取りに来ないという中でも、温かく、お待ちいただきましてですね、お食事を楽しんで、そして、とても美味しかったっていうふうにね、言って帰ってくださいました。はい、本当に素晴らしい、一日でした。こんなね、ベジリシャスが満席になる日、いつ来るんだろうと思ってたら、ついに、今日やってきて、本当に10ヶ月頑張ってきてよかったなと思っております。はい、これから毎日ですね、こういう状態が続いて、
働いてくれる方も増やしてですね、千客万来、幸せの菜食、ね、食べている方だけではなくてですね、それ以外の方を幸せにする菜食料理、これからもどんどん広げて、和の輪を広げてですね、世界を平和に、調和と平和に導いていきたい、このように思っております。今日もご視聴いただきまして誠にありがとうございました。